皆さんこんにちは、青井若菜です。竹財輝之介です。ドラマ年の差婚が12月15日より放送されます。この作品は恋愛初心者の箱入り娘村上舞子とバツイチ中年男子花里晴美のラブストーリーが描かれています。はい。年の差婚という中で生まれていく年の差ならではのこう障害を2人がどう乗り越えていくのか注目していただけたら嬉しいです。はい。ほんわかした夫婦が描かれると思います。ぜひ楽しんでください。竹財輝之介でした。青井若菜でした。